はい、どうも三平です。今回は僕がね、最近実際に取り入れている、肩のね、可動性の改善だったりとか、あと僕も今実際に右肩をね、痛めてるんで、まあ、それのリカバリーとしてもいいと言われているトレーニングを、まあ、トレーニングエクササイズを紹介したいと思います。で、トレーニング前のね、もちろん肩、あと肘とか手首のウォームアップとしても使えるんで、はい、ぜひ皆さんお試しください。じゃあ早速やっていきます。今日使うアイテムはこちら、釣り場のリングの部分ですね、これを一つ使ってやっていきます。で、そうですね、まあ、僕が普段やっている流れでやっていくんで、まあ、持ってる方は、見ながら一緒にやってみていただけたら嬉しいなと思いますんで、はい、やっていきます。ちょっとね、足元が、映ってないかと思うんですけど、まあ、足は肩幅より少し広めに開いてもらって、まあ、リラックスしてやっていきます。でまず、車のねハンドルを握るようにこのように握って、胸の前で腕を伸ばして持ちます。こんな感じですね。でここからこのように回転させます。まあ、これはまず20回ほどいきましょうか。1234567891011121314151617181920。はい、次は、今手の甲がね外に向いてると思うんですけど、今度手のひらを外に向けるようにこのようにして前に出します。こうですね。はい、でここからまたこのようにね20回ほどいきましょうか。1234567891011121314151617181920。はい、次は胸の前にまた腕をね伸ばして出していきます。で最初このように出して、次はこう回転をさせて、こう見えますかね、こうこうですね。はい、これをまた20回ほどいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20と。まだ次は下でこのように持って、でこう胸の前で回転させて上でこのように伸ばす。こうですね、手の向きは。はい、で戻す時は回転させて戻す。これを10回いきましょうか。今度下で、下の時ポジション下の時が今度こういう状態にして、で胸の前で回転させて、こう上げた時こういう状態です。はい、これをまた10回いきましょうか。はい、よいしょ。今度、手首、ここを使って両方のこのようにリングを持ちます。持つ手がかけます。で一回胸に引きつけて、片方の腕を前に出して、こういうふうにね
リングを回転させます。はい、これをまず前に回転させるのを20回、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。今度逆方向ですね。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20と、はい。今度は胸の前でこのように持って、まず左の方、左側にこういう風にします。よいしょ。でこの時しっかり左腕でテンションかけてやって、でこの時ね、腰が一緒にこう回っちゃうと、ここのねストレッチがうまくいかないんで、腰は正面向いたままで引っ張る、こっちで左腕で引っ張ると、はい、で胸の前通して逆、これを10回いきましょうか。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10と、はい、じゃあ次は今の回転させていきます。次は、このようにして上げて頭の後ろに下ろせるとこまで下ろします、はい、こういう形ですね。でこれでまず左の肘を下ろして右の肘を上げる、次は右の肘を下ろして左の肘を上げる、こういう感じ。で10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次ここから回転させていきます。次逆も5回、1、2、3、4、よいしょ、ゴッド、はい、以上になります。これがね、僕は最近まあ、ウォームアップとかで取り入れている、エクササイズになります。結構やってみてもらったらね、分かると思うんですけど、これやるだけで結構体ポカポカになるんで、まあ、本当にウォームアップとしていいかなと思います。で僕はね、まだこれを取り入れてまだ間もないんで、まあ、これをやったから、すごく何が変わったとかはまだね、そういう報告はちょっとできないんですけど、まあ、結構いい手応えを感じてるんで、引き続きやっていこうかなと思います。であんまりね、こういうエクササイズ、まあ、紹介されてる、まあ、日本の方であんまりちょっと今のところ僕見つけれなかったんで、まあちょっとごめんなさい、説明がねめちゃめちゃ下手やったんですけど、まあ皆さん
皆さんにね、まあ共有できたらなと思って今回撮影してみました。まあ、リングお持ちの方はぜひお試しください。で、感想の方もね、よかったらコメントで書いてみてください。はい、まあ今日はこんな感じでした。どうもありがとうございます。